餌は十分ありそうですね。こいつは餌だ。あんま触りたくないな。はい、フィッシュランドの安い300円ぐらいで買った竿と餌、シャクトリムシで浮きをつけてます。見えか。お、来た来た来た。おし、勝った勝った。綺麗ですね。逃がしてあげましょう。雨降ってますね。でまあこれはキノコにとっては非常にねありがたい雨なんですけど、今日はね、札幌周辺ではなく、これは、まあ、どちらかというと千歳寄りの方を今日は来てます、はい、ちょっとね入りやすそうな場所があるんでちょっとだけね覗いてみたいと思います。ここはもちろん初めて入る場所であって、なんか、キノコ鳴ってるけど、なんか鳴ってるんですかね。おぉ、落葉が鳴ってる形跡がありますね。うん。ただここはすごく、ね、整備されてて、作業は、ね、しやすいんですけど、うん。さて、何かキノコは鳴ってるのですかね。意外とね、こうやって手の入った場所はキノコは鳴らないんでしょうね。うん、あんまり鳴ってないですね。こういったね、お、これはなんだと思いきや、鹿のうんちです。鹿はまあいるんでしょうね、普通に。お、お、お、これは何だと思いきや、毒紅竹でした。鳴ってないかな。あ、ボリボリの腐ったやつ。お、すげえ、ボリボリが鳴ってるでしょ。ボリボリだらけだ。おお、すごいっすね。安いでしょ。せっかくだから取っていくかい。あ、まあいい状態だね。